小学校6年生以来だと思います。全然変わっていなくてすごくほっとしたところと、新しい校舎はめちゃくちゃ綺麗でいいなって思いました。母校の石間小学校を訪れ、感慨深げな表情の小松原美里選手です。夫の武尊選手とともに今年2月北京オリンピックフィギュアスケート団体に出場、息の合った演技で日本のメダル獲得に貢献しました。小学校の時からスケートの練習に打ち込んできたという美里選手、講演会では6年生に向けて自分を信じて努力を重ねれば夢は叶うと語りました。私の入っていたクラブから高橋大輔さんという大先輩が出ていたので、お母さんとかお父さんが頑張って送り迎えしてくれて、で、まあ、結構遅くに帰ってきて眠々な状態で学校に来てたなという覚えています。やりたいことを自分で見つけたら誰に何言われてもいいからやってみてください。できると思います。強い思いで夢を成し遂げるっていうかっこよさが僕にはすごい印象的だった。夢は、まあ、何でも頑張れば実現できるっていうことが、まあ、学べたので、まあ、自分でも頑張ってみようと思いました。今日の少しの言葉が将来彼らがこう乗り越える役に立つのであればすごく光栄に思います。頑張ればその頑張れる気持ちを伝えるかなと。講演会を企画した岡山市は今後もトップアスリートとの交流の場を設けたいとしています。 RSK イブニングニュースは岡山県香川県で平日夕方6時15分から放送しています。チャンネル登録はこちら、そして県外海外の方はこちらから動画をご覧ください。よろしくお願いします。